187シュトゥーカ187シュトゥーカは、ドイツのユンカース社が開発し、第二次世界大戦中に、ドイツ空軍などで運用された急降下爆撃機である。愛称のシュトゥーカとは、本来は、本機種の固有の愛称ではなく、急降下爆撃機を意味するドイツ語のスターズコンプフルーゲグの略であったが、本機が、 ドイツ軍の用いた急降下爆撃機の代表として扱われたため、この名が用いられるようになった。日本語ではスツーカ、スツーカとも表記されている。東部戦線、1943年のスュツーカ、変態飛行中のスュツーカ。主脚の車輪カバーが外されている開発はユンカース社。主任設計者はヘルマン・ポールマン。モックアップは1934年に完成し、 1935年9月17日発、飛行している。1935年に、ドイツ航空省による競争審査に勝利し正式な生産命令を得た。対抗機種は、アラド社、ハインケル社、ブロームウント、ホス社のそれぞれ AR81HE118。 ハー、はあ、137-187の試作機は3機製作され、それぞれ V1V3 の番号が与えられていた。V1 は装備翼で、だいぶブレーキがついていないのが特徴で、試験中に切りもみ状態になり墜落し、失われている。最初の量産型 187A 型は1937年から生産が開始され、スペイン内戦で、 実戦投入され多くの戦果を上げた。また、同年、改良が行われた B 型も生産され、スペイン内戦に続けて投入された。以後様々なタイプに発展しながらも、大きな改変はなく、終戦までに5709機が生産されることになる。1940年以降は主に北アフリカ戦線、地中海戦線、東部戦線に配備された。 東部戦線においては絶大な対地戦闘能力を発揮してドイツ陸軍を支援し地中海では A 空母イラストリアスを大破させるなど対艦攻撃にも活躍した。しかし対戦後半になると本機の性能では連合国軍戦闘機が有力する昼間の作戦行動は自殺行為となり夜間行動型に回収されて使用が続けられた。なお本機に代わって 地上支援任務に就いたのは FW190 の戦闘爆撃機型であった。逆軽翼の複雑で固定足が外見上の大きな特徴で急行下爆撃機らしいがっしりとした武骨なフォルムを持つ。急行下爆撃の軌道に耐えるため機体構造が頑丈で整備も容易で反復攻撃をこなせる実用性に富む機体であった。逆軽式の翼が生み出す。 下方視界の良さと安定した急降下性能により精密な爆撃を実施でき、急降下時にサイレンのような音を立てることから連合国側からは悪魔のサイレンの異名で恐れられた。この通称にヒントを得て、後に機体には実際に小型プロペラにより駆動されるサイレンが取り付けられるようになり、標的となった陣地などの敵兵を強行へと追いやり、 地上部隊の進撃を爆撃と心理面で援護することになる。しかし、対戦も後期になると逆に、航空優勢な連合軍に対して、サイレンの効果が薄れたためサイレンを取り外し、台座だけが残っている記録写真もある。頑丈、すなわち重い機体構造という急降下爆撃機の特性ゆえの弱点があり、低速、鈍重で防弾設備が貧弱だったため、 空戦能力は低く、制空権を確保した状態での攻撃にしか適さなかった。また、機体の重さのしわ寄せは燃料搭載量にも及び、航続距離が短く行動半径が狭かった。1087による、急降下爆撃は水平飛行からそのまま機種を下げるのではなく、爆撃目標上空で機体を回転させ、背面飛行から機種を地面に向けて急降下する。 そのため、操縦席の床には爆撃目標を目視で確認するための小さな穴が開いている。187といえば急降下時のサイレン音が有名であるが、もともとはサイレンを特別に取り付けていたわけではなく、急降下時に発生した風切り音がそのように聞こえただけであった。その後、威嚇効果の高さが認められ、B 型や D 型の一部の主脚根本に、 プロペラに風を受けて駆動させるサイレンを取り付けた機体が生まれた。この風山音はジェリコのラッパとドイツ兵たちに呼ばれ、スペイン内乱時には空爆に不慣れなスペインや英物の兵士に恐れられた。なお、ジェリコのラッパのジェリコとは古代パレスチナの都市名で、旧約聖書のヨシア記で、ユダヤ人の指導者のヨシアの命で、人々が一斉に吹いたラッパのこと。この音で、 ジェリコの城壁が崩れ落ちたと伝えられている。1941年以降は、あえて隠密性を破壊する、ラッパは使用されなくなっているが、連合軍兵士に風雪としてルフした。1939年のポーランドにおける電撃戦離陸前のシュトゥーカ187は1939年に始まるポーランド侵攻や海戦当初の電撃戦において非常に大きな戦果を挙げたが、 1940年の対イギリス戦では、防弾性能の低さと制空権を確保していない地点への投入によりスピットファイアやハリケーンなどのイギリス軍機に多数が撃墜され、大きな損害を出した。また、航続距離の不足からイホンド内陸の目標を攻撃できなかった。本機は第二次世界大戦以前の1935年秋に、 初飛行を行っているにもかかわらず、後継機に恵まれなかったこともあって大幅なバージョンアップもなく、終戦まで使用され続けた機体である。開戦当初こそ大きな戦果を挙げたが、ドイツ空軍上層部は能力を過信し、急降下爆撃こそが史上の爆撃であると誤った認識を持った者も,も多かった。特に、ドイツ空軍最高司令長官、 ヘルマン・ゲーリングの急降下爆撃熱は甚だしく、戦略爆撃機 HE177 を含めた水平爆撃を任務とする機体の多くに、急降下爆撃能力を求めたり、戦略爆撃機、後継機の開発を怠るなど、ドイツ空軍全体の開発計画に悪影響を与えた。また、その認識の甘さは、バトル・オブ・ブリテンでの大損害を生む原因ともなった。 1942年頃から陸上では、単発爆撃機は活躍の場を失いつつあり、ドイツ空軍でも FW190 回や G などの対地襲撃機、戦闘爆撃機型が登場しているが、旧式化した j u 8 7もだいぶブレーキを外し、襲撃機として生産され続けた。フランス戦では陸軍支援のため、 フランス軍戦車に対して急降下爆撃を行ったが効果は薄く、機銃でエンジン部分を狙った方が確実に損害を与えられた。この戦空をもとに爆弾ではなく機関砲を搭載した対戦車攻撃機型も開発されている。187はその操縦の容易さから前線のパイロットたちに好まれ、各シリーズ。 特に後期には G-1 系を愛用したハンスールリッヒルデルは、終戦までに519両もの戦車を破壊し、スツーカのルーデルの異名を得たという。他にも、シュトゥーカノリには短期で大きな戦果を上げたパイロットが多い。プランはあったが機体が製作されることはなかった。プランはあったが機体が製作されることはなかった。D 型をベースとした複雑式の練習機。 3.7cm 対戦車機関砲2門を搭載した 187G-2 型すでに旧式化していた187は G 型で対戦車攻撃機として新しい役割を担うこととなった。これは187の実用化された中では最終型であり東部戦線で使用された。1943年以降のドイツの軍備の弱体化に加え、 タマまじい数のソ連戦車が出現していた状況下で、ユンカース社はこの脅威に対抗し得る戦力として、既存の設計をうまく適用させた。HS129 バイトは、有能な大地工芸機器ではあったが、HS129 バイトの大きな燃料タンクは、敵の対空砲火に対して脆弱であり、ドイツ航空省は、できるだけ早期に、HS129 バイトの代わりとなる兵器が、 必要であると述べた。ソ連戦車を主な標的とする 187D のさらなる発展型として、187G の開発は1942年11月に始まった。11月3日にエアハルトミルヒは187の改良系を採用することに異論を唱え、完全に設計し直す必要があると問題提起した。 しかし採用された設計は既存の設計を流用つつ、エンジンをジュモ 211J に交換し、30mm 機関砲を2門、搭載した1087だった。また、この設計では 1000kg 爆弾を自由落下式で運用する能力も持たせていた。さらに、低空での攻撃の際に、地上の対空砲火から乗員を保護するための防御装甲を、 イリューシンイルマイナスニシュトゥルモビークの防御装甲を参考にして装備させた。スツーカのエースであるハンスールリッヒルデルは37マンフラック18機関砲を2問搭載することを希望した。この案は、よくかに機関砲をガンポッド方式に搭載し、ガンポット内に砲弾を収めるボードカノーン BK3.7 として採用された。 この装備は 20mmMG15120、mm、20機関砲に対抗する装甲を備えたソ連戦車でも十分に破壊可能な能力を持っていた。このガンポッドは1 8 7 d 1 w ナン、no. バー2552に搭載され、グスタフのタンクキラーと呼ばれた。1943年1月31日に初飛行を行い、テストパイロットは ハンスカールステップ隊員が務めた。同じ対戦車攻撃機として運用されていた、BK7.575mm 砲を搭載した 188P-1 が多くの問題を抱えていたことも 187G の量産に拍車をかけ、1943年4月、最初の量産型 187G-1 が前線に送り届けられた。 二門の 37mm 機関砲は、主翼下のガンポットに搭載され、一門で12発、合計24発のタングステンの鉄鋼弾を搭載していた。この最初の G-1 数機は、オットーベース中佐の率いる対戦車攻撃実験隊へ配属され、ブリアレスク方面の戦闘でウイジンを飾った。このウイジンには、ルーデル隊員も加わった。 今季はこの特徴的な機関砲から大砲帳の愛称で呼ばれ、ルーデルを筆頭とするドイツ空軍、スーカエースの手によって大きな成果を上げたが、反面、無理に搭載した 37mm 砲による重量型と安定性の欠如からルーデルをして操縦が恐ろしく難しい機体と言わしめた。戦闘前にかなりの数の D 型に 37mm 機関砲が、 取り付けられ G 型として運用された。1943年6月に RLM は20機の G87G 型を発注した。遅い飛行速度と大きな主翼による低い失速速度は上陸用集艇や地上の戦車、トラックのような移動速度の遅い目標を攻撃するのに有効であった。A-1G-2 イギリス空軍博物館に 展示してあるシュトゥーカ爆撃王列伝206ページ爆撃王列伝216ページ爆撃王列伝212ページ爆撃王列伝97ページ第二次大戦のドイツ製爆撃機クロアチア沖で発見 AFP2017 年2月12日閲覧 AB の座はただし日本航空機総集輸入機編出版共同社1972年165ページ 全国書四番号、69021786。AB 秋元実日本陸軍施策機体艦竹縄当社、2008年16、162.163ページ。ISBN 978から4から873572338。戦時中の独製急降下爆撃機用化、死飛行場に配備か、写真確認。 産経新聞の記事2013年8月15日配信2013年11月20日閲覧秋元実、日本陸軍試作機体艦竹縄当社2008年231ページ ISBN 978から4から873572338シュテューカリートありがとうございます